奥平定友は戦国時代の武将。父は奥平定政、または奥平定直友。性質は奥平定之の娘。皇室は奥平定義の娘。小青風、立つ奥平定義。通称兵衛。三河日、近城氏として本家奥平定義に仕える。天文十六年に、 今川義元の東三河進出に功績を挙げたことで今川氏に追われた片野原松平氏の所領を得るが翌年には今川氏から離反したとして片野原を没収されその混乱に乗じて片野原松平氏の松平家広が給料に復帰している工事2年には定吉と共に反今川氏の兵を挙げて今川方に止まった定勝と戦うが敗れる 今川義元は貞義が、貞勝らによって、高野さんに追放されたのを受けて、帝友を処分をすることで、奥平氏を許すことにしたが、処刑されるはずの帝友は逃げ延びて、抵抗を続け、追放されたはずの貞義も後に赦免されるなど、今川氏による奥平氏への支配が強化された反面、首謀者たちの処分は曖昧なままに終わった。元気2年、奥平一族が、 武田信玄に降ると、武田方の人質として長女を風を差し出す。天正元年、奥平一族が武田家を離反し、再び徳川家に帰参したため、人質のお風は三河宝来寺口で処刑された。天正三年の長篠の戦いでは、一族で長篠城に牢城し、勝利に貢献した。戦後家康から他の奥平一族と共に、 直接その功績を称される。また、長女風の犠牲をあわれんだ、家康の計らいで、次女達が家康の弟、松平定勝の正室として迎えられた。天正13年7月10日死去。着南定義は、父の死後おじの奥平正しに養われ、慶長7年定政と共に、奥平本家を離れて、姉婿の松平定勝に仕えた。子孫は、 代々伊予を松山藩松平家の家老として続き、明治維新を迎える。小川武氏、戦国、豊臣大名徳川氏と片野原松平氏戦国氏、研究会編、戦国期政治史論集最国編、ISBN 978から4から 866020136PE42 から43、大石康氏、今川氏と奥平氏。 松平奥平家古文書社の検討を通じて、書集、大石安史編、シリーズ、中世関東武士の研究第27巻、今川義元 ISBN978 から4、から8640332512019年、P169 から174。ありがとうございます。